今日は国道1号線を西に向けて走ってまいりますので、バンクーバーの方向にバスは進んでまいります。それではね、皆さん左手7時の方向を振り返ってください。リブロックホテル、そしてバンクスプリングスホテルの前にありますね、ランドの山が見えております。この辺りからご覧いただきますと、テーブルの足を1本取りまして、斜めに片付けたようなね、形でご覧いただけるかと思います。大変美しいバンクを代表いたします山、高さ2950メートルございます。そしてこれから皆様、左手の谷の奥ご覧ください。皆様お泊まりいただいた方いらっしゃいますけれども、バンフスプリングスホテルが見えてまいります。はい、ご覧いただけますか。中世のお城の屋根のようなね、このあれがバンフスプリングスホテルです。そしてこの左手の10時の方向の小高い山、これがサルサー山です。リブロックホテルにお泊まりのお客様はこの中腹に、ホテルがございました。そしてこの左手下、沼のような湖が見えておりますけれども、こちらバーミニオンレイクと言います。湖が実は3つに分かれておりまして、左手後方から第1バーミニオン、第2バーミニオン、第3バーミニオンというふうになっております。このバーミニオンレイクのバーミニオンと言いますのは、日本語に直しますと朱色という意味がございます。ですがこの湖ご覧いただきましても別に赤くないですよね。ではなぜ朱色の湖と付けられたかと申しますと、実はこの辺り昔ストーニーインディアンという部族が住んでおりました。インディアンはお祭りの時にこの湖の底にあります土が大変赤かったんです。そしてこの赤い土を取り出しまして顔にお祭りの時お化粧品として塗ったそうなんです。そしてこの赤い土に対しましてお供え物をしたということで、この湖を、その話を聞いたですね、イギリス人がこちらをバーミニオンレイクと名付けております。そしてこのですね、左手前方、これからまた第3バーミニオンが見えてまいりますけれども、この第3バーミニオン周辺はビーバーが今までね、たくさんいたんですが、最近ちょっと数が少なくなってしまいました。この周辺にありますポプラの木がちょっと少なくなってしまったということからね、ビーバーをこぞって固執してしまったそうなんです。皆様はビーバーという動物ご存知ですか？体重が大きなもので1メートル弱、その3分の1以上が尻尾という大変尻尾が長い動物なんです。そしてついに両性のネズミ科の動物、おりまして大変特徴的な尻尾を持っております。この尻尾に毛が実は生えていないんですね。尻尾は硬いおせんべいのような平べったいものなんです。そして大変長い尻尾なんですけれどもね、この尻尾を利用しましてビーバーダムというものを作っております。皆さんビーバーと言いますとね、木をいつもかぶり倒しているイメージがあるんではないかと思いますけれども、ビーバーの前がまたこれも特徴がございまして、なんとですね、ビーバーは木をかじって歯を研がなければ、なんと前歯が伸びるそうなんです。そして放っておきますと下顎を突き破ってしまうそうなんですね。ですので餌を取るために木をこう歯でかじっているというのもあるんですが、これもう一つの理由といたしましては歯を研ぐためという、ね、理由もあるそうなんです。そして硬い前歯でポプラの木などをかじり倒しまして、木をですね、今度、湖に泳いでいってですね、自分の隠し場所まで運んでいきます。そして自分の隠し場所まで行きましたら、一旦陸上に上がって小さな手で、土を持ってまいりまして、そして最後にですね、自分の片足これペタペタと固めてビーガーダムなるものを作っております。これが大変大きなものになりますと、川の水位、また湖の水位をですね、約リフトを降りまして、その上にゲレンデが広がってっているんですが、そのリフトがつくところですね、そこの標高がなんと 2200m あります。ですので、その上にずっとゲレンデが広がっておりますので、雪質はもう素晴らしいですね。パウダースノーです。機会ございましたらね、ぜひロッキーのスキー場にもいらしていただきたいと思います。もう最高ですよ。今年はですね、5月の23日まで開いておりました。そして世界で一番高いゴンドラがございまして、20分かかります。山頂まで20分かかりまして、その間2つの駅がございます。そしてこれからですね、リバイリットハイウェイ S1km という黄色い看板が出てまいりました。今ですね、皆様の左手をご覧いただきますと、中央分離帯があるんですけれども、この先に行きますと中央分離帯がなくなっていきます。片側1車線の対面通行になっていきます。そしてこの先、いよいよ対面1車線の通行になってまいりますが。